アベ4、441号機他の10連が牽引する列車、オスピッソ・ベルニナ付近アベ4、447号機及び52号機の10連が牽引する混合列車、オスピッソ・ベルニナ付近、レーティッシュ鉄道アベ4、441から49系電車は、スイス最大の私鉄であるレーティッシュ鉄道の路線である、ベルニナ線の山岳鉄道用電車である、 エルニナ線は開業以来1960年代に、至るまで開業以来のアベ4、431から37型、アベ4、430系、アブダ4、438系電車が主力として使用されてきたが、これらの一部地間、えと輸送力増強を図るため、クールはローザ線のアブダ4、44812-486、2型をベースとして1964、 六十五年に六両、九百七十二年に三両が製造されたのが本機であり、車体、機械部分、台車の製造を SWS、手電動機の製造を BBC、電気部分の製造をサスが担当しており、価格は一両七十六万スイスフランである。抵抗制御により一時間低角出力六百八十キロワット、牽引力 106kN を発揮する。 汎用機であり、現在では、アベ4、451から56系電車や本機と、同一性能のジェム4、4型ディーゼル、電気機関車とともに、ベルニナ線の主力として、客車列車を牽引している。なお、設計時の性能要件は、以下の通り。なお、基板と製造年は、以下の通りであるが、本形式には、機体名はつかない。アベ 4? 444号機、前頭部混合列車を牽引する安倍4、449号機、製造当時の塗装安倍4、4型の台車部分、枕羽根が重ね板羽根式の41から46号機、台車上半部が大枠内に収まり、台車枠などが外からは見えない構造安倍4、441から49系十連が牽引する、ベルニナ急行、ブルージオ橋安倍4、 441から49系の10 10連が X3192 系マックレーン車を牽引する除雪列車、モルテラ地表が付近の阿部4、441から49系牽引の列車。ありがとうございます。